十二レース六号艇の佐竹優希選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島は昨年の四月以来ということになりました。今回は二連対率が二十五パーセントのエンジンなんですが、前件乗った感じはいかがでしたか。そうですね。まあ悪くないと思います。はい。前回は輸出四着のエンジンで、ちょっとその後期間が空いているんですが、プロペラの方はそのままの状態で乗ってみられたんですか。そうですね。一応そのままで乗りました。はい、そのまま乗ってみて。 全体的に悪くない動きだった。はい、と思います。はい。今回はフライング休み明けでいらっしゃるんですが、スタートの感じはいかがでしたか。そうですね。ちょっと関東合ってなかったので、明日以降ちょっと関東合わせられるようにしたいと思います。はい、それは早い方で遅い方で程度あるんですか。うん、ちょっと早いと思います。はい。で思い切って全速でいけるようなその辺の調整だけで。そうですね。はい。はい。こんな足に仕上げたいなというようなイメージはありますか。 えーっと、まあとりあえずは自分が乗りやすい感じにします。はい、では良さそうな場合はプロペラ微調整ぐらいでですね集中と。ねはい、はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、えー、最終日最終レースに乗れるように頑張ります。